いやついにバルススタジオがなんかでかくなるらしいですよ、噂では。マジっすか。柳子が言ってた。どうでかくなんの。すげえでかくなるらしいよ。え、なんか武道館ぐらい持て余すねめっちゃいろんなことできるぜ。急に武道館ぐらいのスタジオ作れますって言ったら他の金の使い道あるだろっつって一旦林さん殴るでも嬉しい。でも嬉しくない。いやまあ嬉しくあるね。おもろいね。運動会やろう。そしたらやる、うん、バーチャル運動会やろう。え、実際どれぐらい広くなるんだろうね。え、マジでさっき穴子に聞いたけど、うん、マジででかくなって。へー、今でも割と広いって言われるよね。今でも広いって言われるの。だってなんか2つ作るらしいの、うん、2つで今のスタジオでさえでかくなったじゃん。なったね。それがサブぐらいになるらしい。は？そんなでかいの。え、やばくない。そんな儲けてたんだ。いや、俺も思った俺も思った。あ、俺もまず最初にその話言われて思ったのはま？でもさ、よかったね。いや、いい話だいい話だね。あ、よかったじゃん。めちゃくちゃいい話だ。いいっすね。いや、だから柳子とさっきこんな感じになるんすよみたいな話されたから、うん、あ、じゃあいろいろ新しいことできるねってなったから、うん、すげえ楽しみだなとも思いつつ、思い出多いなと思って、あのスタジオには。うわー、確かにな。創業当初のさ、うん、スタジオとオフィスが一緒だった時、はいはいはい、全スタッフが現場にいた、現場にいた時代ですね。敷居もなくスタジオ収録スペースに机が並んでて、みんながそれ作業してた。でそこでもう柳子とか藤子が笑ってたら、おっしゃ受けてる受けてるっていう、うん、あったね、うん、最初シュークリームもまずはスタッフさんを巻き込んで、やったね。あれ動画全部残ってる俺。やったね。やった。そうだ、最初みんなにやってもらったんだ。そう、確かね、藤子さんが、藤子がすげえ引いたん。そうだそうだ、そうそう、懐かしいな。いや、いろんなことあったな本当に。なんかイベントもそうだし。そうだね、かなり前初期の頃だけど、あの夜さ、ちょっとみんなで残ってお話しゃべり、はいはいはい、したりとかさ、なんかよかったよね。なんかの打ち上げしたな。ね、いや、いっぱいしてるけど、スタジオでみんなで残って藤子がずっとあのグレー歌ったやつでしょ。中島みゆきとね。中島みゆきも歌ったんだ。あれファーストじゃないかったっけ俺らのかな、うん、あれだよ、みくるに元彼に俺が似てるからマジムカつくんすよね言われたやつだ。知らねえバカあ、懐かしいな。あれだよ、セグウェイ、セグウェイじゃないやつ。なんだっけそれ。なんかあの林さんが、あのクラウドファンディング、クラウドファンディングで買った、うん、あの両足それぞれスケートみたいなに乗って、うん、フィーンっていけるやつ、深山がめっちゃうまい。うまかった。でもあれ林さん全然乗ってない。林さん全然乗ってない。あれと新しいもん好きだから。そう、懐かしいな。思い出ポロポロだよ。確かに壁にいっぱい今サインこうやって書いてもらったしね。寄せ書きね、寄せ書きっていうか、あの、うん、来てもらった人たちにね、うん、あんなちょっとしかなかったのに、うん、いっぱいだよ。最初の頃はカーソルが映り込んだ響き青のポスター貼ってた。ポスター、あの俺が買いに行ったカーソルの映った響き青のポスター貼ってたし、しばらく高坂の買ってきたものを飾る場所になったの。最初俺のバーチャルグッズ飾るスペースとかしてたからね。いまだにでもあれですよ、電気さんとかね、電気さんと夜中夜のうんやつ貼ってあるし、うん、あとあれだわ、真宙とメグと出たバーチャレンタスだったか、うん、あーはいはい、うん、時にあのウマッフが描いた俺の服を着てる真宙とメグの絵まだ飾ってあるし、うん、あーあるね。あとあれだわ、友達の子が作ってくれたモンスターズメイトのキーホルダーも飾ってある、はいはい、あの 5G のポスターも貼ってあるよ。貼ってある。なちー、なついね。なちーなー。ほんとあっという間ではあったな。ここにも来なくなっちゃうのか。そうだな、変わるからね。あのスタジオに行き慣れたあの街並みもいなくなっちゃうのか。うわあ、そう思うとちょっと寂しいね。寂しいね。俺あの職場変わることによる一番の懸念がやっぱりご飯屋さん。ああ、次んとこあるといいね。うん、そりゃあるよ。今はさ、選択肢めっちゃあるけど。潤沢にね。次はほぼなかったらさ、なかったらね。そしたらでもどこまで行けばいいか。
あそう、リサーチ、リサーチ、再リサーチですね、はい、リサーチの旅が始まりますよ。楽しい楽しいリサーチの旅。なんかあの中華料理屋のあそこなんだっけ、岩泉、第二の岩泉探さないとね。いやむずいよありゃ岩泉はうまいからな。ありゃもうマジで私の中の三天王ですから、中華料理屋といえば三天王、はい、秋葉原の岩泉、はい、渋谷長楽、はい、そして今亡き鶴見にあった万品庫、はあ、あ、四天王じゃなくて三天王、三天王です。もう一つが見つかるかもよ。強いよだって万品庫なんてなくなっちゃったのに未だに君臨してんだから。あー、そんだけ美味しかったんだ万品庫はね。もう当時からお持ち帰りやってて、こんなご時世じゃない。ああ、優しいね、うん、でアルミホイルに包んでくれるんだけど。あ、最高。家に帰ったらあったかいまんまなんだ。いや、玄関で炒めたんかってぐらい熱いなんか一回、うん、あったな。やけどしたん？ね、塚さん家だったから、でウーバーイーツして、うん、インドカレー食おうぜってなって、ナン頼んだら、うん、二人で、あ、ナン美味しそうって手に取ったら、もう尋常じゃないやつで、ね、うん、もう玄関で蒸したみたいな玄関に釜あるんかぐらい熱くて、あれどういう技術なんだろうな。すごいね。やっぱほかほかで食べれるご飯ってのは最高ですよ。最高ですからね、うん、あ、次のスタジオもあるといいな、そういうところかな。そうだね。いやでも第一にやっぱりそのスタジオが広くなるっていうのはできることが増えますから、おお、それはやっぱりいろいろ考えますよ。今なんかあるフラッシュアイデア的に。まあ運動系はできるね。まあ運動系の制限が天井も高くなるらしいんで。マジ？それやばいね。やっぱりちょっと肉体を痛めつける系のものをもう一回やろうかな。バンジーぐらいできるんじゃないですか。バンジーやりってみたいね。まああと女王さんは見学になるけど、やっぱり俺あの肉体が痛いお笑い好きだから。ああ、やっぱ肉体が痛いお笑いもやりたいですね。我々はちょっと苦手ですからね、痛い系は。痛がってて笑うのはもうどんなご時世になろうがもう俺は好きだから。ガムテープというかあのガムゴムパッチンも好きだし、ゴムパッチンを加えて飛ばすやつね。バットで殴られたりしてるのが全然俺は好きだから引っ越すときってやっぱそれが全部に慣れてるからさ、市役所の場所もご飯屋さんもスーパーも、まあ、テリトリーがね、うん、だってあの友達ん家で飲もうぜっつってスーパー行った時のぎこちなさ半端ないもん。まあ勝手が分からんからな。あれはどの棚なんで砂糖と塩の向かい側がわかめじゃねえってなっちゃうコンビニはある程度統一されてるからね。そう、コンビニはある程度あれじゃん。もうスーパー分からんわな。もうスーパー入ってまず肉コーナーとかだったりするとなんでや野菜やろ確かに入り口は野菜だね。だったりするし、肉魚とかの順番だったりするといや魚肉やろとか鶏豚牛だと、うん、牛からやろってやっぱ自分の最寄りのスーパー基準になるからさ。鶏最後でしょ。鶏最後だよね。その後加工肉。でやっぱスーパーによっては全然順番違うからさ。全然違うからね、うん、なんかでも楽しみだね。寂しくもあるけど新しいとこに行くのは、まあ、ワクワクの方がでかいっすよね。うん、やっぱお世話になったからね。そうだね、この場所にはね。うん、なったね。あの引っ越しん時のさ、何もなくなった部屋ってめっちゃよくない、うん、めっちゃいい。あのこの間身寄りが引っ越したからさ、 あの最後の方誰もいない身寄りん家で引き払いまでの期間、要は物自体はもう全部送っちゃったけどまだ賃貸期間残ってた時に行ったんだけど、はいはい、うん、やっぱよかったね。なんかいいよな、すごいセンチメンタルセンチメンタルになる。身寄りん家もいっぱい思い出あったから。なんかさ、最初にこっち上がってくるとき千葉にまず住んで、はい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 、でその後都内に行ったんだけど、うんうん、その千葉の家が結構長くて、うんうん、でそこ出るときはやっぱりその引っ越しの業者さんがわーって入っていってわーっと持ってってもらって、で俺も身の前の整理とか、はいはいはい、市役所関係とかわーってやった後、全部終わったら大体日が沈んでるわけよ。そうだね、うん、その日が沈んだ部屋にね戻ってくるわけじゃん。そのなんかその窓から見えるさ、うん、風景は同じなんだけど部屋の中の風景は変わっちゃって、はい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 、自分が初めてこの部屋に来た時の状態になってるのがなんかちょっとエモくて、なんかそれ好きなんだよね。わ、いいね。いいよね。いいね、うん、俺前の引っ越しの時あれだな、前の家の洗濯機のノズルの先っぽの下のやつね。そう、あれ付属のものだと思って持ってきちゃって、で返しに行くのめんどくさいからなんかお金払ったわあ、備え付けだった。そうあれ持ってっちゃうな、あれ書いとけやと思って。いや本当だよね。そ
そうか、引っ越しか、楽しみだな。楽しみだね。また面白いことがいっぱいあるぜ。だろうね。うん、あるだろうね。うん、次はどんな人が来るだろうな。で、その、あの冒険漫画の次回予告みたいな第2期が始まりますか。いや、第2期始まりますよね。面白かったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。